はい、皆さんこんにちは、ちでございます。原宿アフタートークやっていきましょう。聞き込みやりましょうね。どこまで行ったかな。あ、ここか。というか右半分終わったんだね。また読み込んでやった。ここがソバージュだったんだ。いや違う、ドルジェだったんだ。わけわかんなくなっちゃってる。はい、で今度こっちの区画だね。よいしょ。これどっかのビルの中みたいな感じかな。駅ビルみたいなね。パタンナーの倉吉さんは24日の夜、うちで打ち合わせをしていました。夜の7時頃かな。11時過ぎまで。ああ、これで、あれか、アリバイは証明されてるね。お？原口さん。あんな男の人の写真初めて見たような気がしますね。郷田さんは事件には関係ないんですよ。どういうこと？郷田さんって。郷田ですか？これ郷田って、わざった？行田？これと言ってないね。今これ下回ってるんですけどね。お前さ、何も知らんへんわと。ああ、これ同じとこですね。たまにね、ポツンと言われるんで、これちょっと下の区画も回っていきましょう。たまにね、なんか言ってくれるんでね、裏のビルで時々変なものを燃やすんで困っちゃうんですよね。先日も、そこの焼却炉で変な匂いがして窓が開けられませんでした。警察、ああ、なんとかできないんですか。これやってるとね、すんごく眠くなっちゃうの。あれ、空き家なんかあったっけ。今週2回出てきてますけどね。はい、光月クリニックさんはお得意さんですから、よくご存じ上げてますが、あそこの院長さんはお酒が好きでして、よくお召し上がりになりますからと。これ大事なのかな。そう思うとすごくよくできたゲームだね。設計大変だったと思うわ。この写真の手ですか。あ、24日通りましたよ。夜のね、9時50分だった。その時時を見たんで確かです。前に売って商品を買ってくれた人なんで。おお、なんだい。よく覚えていました。隣のビルに入っていったような気がしましたが、どっち。3つあるんだけど、隣のビルっても。お、さあ、その日の夜の10時頃に当社を訪ねてきた人などは、もう一回聞き直さないといけないの。隣のビル、何これ。隣のビルの人だけどって、もう一度回らないといけないな、これ。もう回るけどね。はい、下、右、上ね。ということはこの左かな、関係あるとすれば。この人ね、24日の夜、あ、ラーメンだ。9時半頃来て、これから一仕事するから腹ごしらえしなきゃと言いながらタンメンを食べてったね。50分頃出て左の方に歩いていったよ。左の方。その人の服装ですか。普通の背広姿でしたよと。左ということはこっちに歩いていったってことか。これで入ったラーメン屋が分かりましたね。足取りつかめました。やっぱこれ聞き込みしないといけないんだ。これおまけだと思ってました私。そら、おまけでこんなの作らないか。よくできてんな。いや、明らかにセリフが皆さん変わっていってますからね。さっき上の区画やろうか。
で左とで右と左右左聞いたのかな右でここだね。あ、ここ光月クリニックなのか。あー、まだ会えないのか。それかしつこくやったら出てくるとか。このゲームそんなことしないと思うんですけどね。まあ、私の中で勝手にイメージ作ってるんですけど、このゲームかなり硬派なゲームだと思い込んでるんで、そんなしつこくやって出てくるっていうのは儲けないと思ってるんですよ、勝手にね。これはちょっと骨折れるね。これ4丁目でしょ。あら、カノオさんの家なかったよね。え、ちょっとわかんないや。6丁目。カリアフトだ。あ、ここ聞き込みしたね。君原委員、聞き込み電話をかける。あ、いっぺん帰ろうか。分室行きましょう。おお、何、また殺しだ。原宿駅前の代々木競技場の入り口だ。気もすぎて、あ、動いた。え、女性。第二の殺人事件があった代々木競技場に来た。現場は駐車場のあるスケート場の入り口付近だ。死体を調べる。外見、被害者はうつ伏せに横たわっていた。コートからストッキングを履いた2本の足が、ハイヒールを片方だけ履いて、またハイヒール片方。あ、でも今回ちゃんと残りのハイヒールあるね。彼の時はハイヒール一足なかったような感じに見えたんだけどね。突き出ていた胸のあたりを中心に丸く大きな血だまりができていた。いやー、痛々しいね。そしてその顔は毛利の持っていた写真に写っていたあの OL 風の女性だった。恋人だね。あら、まあ、会うことできませんでした。あ、まあ、会うことできたんだけど、こんな形で会うことになっちゃったね。鑑識会員の調査の後、衣服を調べるとコートの下にはジャケットとそれに色を合わせた短めのスカートを履いていた。そしてそのジャケットの下にジョーゼットのブラウスを着ていた。ジョーゼットって何？ジョーゼットって何？ちょっと調べてみましょう。いや、びっくりした。いきなり動いたね。なんか琥珀みたいになっちゃったけど、ジョーゼットとは何だい。ジョーゼットとはって生地なのね。ジョーゼット、経緯、あ、経緯、縦横ともに、なんだこれ、なんて書いてんのこれ、読んでもらう？これなんて読むんだろうね。ジョーゼット。ああ、ジョーゼットって言うだけか。強い糸を用いて平織にした細かい、シワ、脂肪のある。これちょっと難しいな字。ジョーゼットって何と。ジョーゼットとは縦系、横系のどちらにも強く炙りをかけたっていいのこれ。炙りって読むの？わかんないや。写真で見ても全然わかんない。はあ。はあ。あのちょっとブツブツしてるような、手触りがザラザラしてるような生地なんですかね。まあそれはいいですね、もう。ジョーゼットというのは生地のようです。ジョーゼットのブラウスを着ていた。で、コートもジャケットもボタンを留めていなかった。はい。死因。見たところ左胸を刃物で一突きされ、その傷の出血たるにより死亡したと思われる。血の広がり具合から見てこの発見場所が犯行現場だろうと。遺留品、被害者の左手のところにハンドバッグがあった。ハンドバッグの中にはいろいろなものが入っていた。中を調べてみることにする。システムノートはまだ新しくほとんど使われていなかった。アドレス部分には泉谷高尾と片平由衣の2人の電話番号が書いてあった。2人とも東京の人間らしいと。口紅コンパクト、淡いピンクの口紅とコンパクトを何か隠されてないかと調べてみたが何にもなかったので観察会員に渡した。運転免許証、普通運転免許証だ。これによると被害者は東野ゆかり、
年齢は25歳、今回は25歳なんだ、27歳じゃないんだね。住所は神宮前1丁目 10-30 原宿マンションとなっている。あら、住所を書き取り、免許証は鑑識課員に渡したと。名刺には雑誌マガジンボックスフルーレ編集等のゆかりと書いてあった。会社の住所は渋谷区神宮前5丁目、あ、5丁目出てきたね、9-7である。住所を書き取り、名刺は鑑識課員に渡した。これ実際にある住所なの、ひょっとすると怖いね。その他のことを調べましょう。あ、もうないね。で、発見者の話を聞くと、はい、名前は、おお、君原信也。住んでいるのは神宮前6丁目の君原病院だよな。年は18歳、刑事さん。うちに来たんじゃ、来たじゃんかって。あんたなんだね。はい、発見のいきさつ。俺はさ、夜の11時頃バイクでこの前の通りを飛ばしてたんだよ。そしたらさ、競技場の入り口にのところに青色の何かが見えたんだよ。ゴミにしては大きいんで何かと思ってきたら、来てみたら血がすごいじゃん。びっくりして警察に電話したんだよと。付近の人影、俺がここに来た時には誰もいなかったな。そうだ、この死体を気づくちょっと前にさと。ん？俺がここに来た時には誰もいなかったな。そうだ、この死体に気づくちょっと前にさ、この駐車場から飛び出していった車があったよ。黒っぽい服です。あ、黒っぽい車でさ、と。車種まではわかんねえな、悪いけどさ、でもきっとそいつが犯人だぜ。感じとしては男みたいだったよ、刑事さんと。被害者について、この女の人を知らねえかってこと？さあ、知らねえ顔だよ。気持ち悪いしよ、あんま見たくねえしよ、あ、ねえよと。付近捜査しましょう。現場の付近の道、犯行現場のあたりの道を念入りに調べたが、こういったものは発見できなかった。近くの植木、競技場の周りには植木が植えてあるが、競技付近の木の中から血のついた白い布切れが見つかった。よく見るとシャツの袖であった。またこれもなんかあるね。この辺りは一度徹底的に調べたなんてもう何も見つからなかった。近くのゴミ箱の中も探してみたが、事件に関係のありそうなものは発見できなかった。競技場の中、念のため競技場の中も探してみたが、これといったものは発見できなかった。付近を聞き込みましょう。こうなのか。そうかそうか。はい、行きましょう。あれ、これ、でもあれだね、これ。また人が殺されたんですか。原宿も嘘になりましたね、と。あ、これ前聞いたね。行った。コインロッカーです、と。ここはまだ少ないからいいんですよね。これは、あ、こっちから行った方がいい。あ、ちょ。はい、行きましょうか。はい、代々木教授で、また人殺しがあったんですか。何か気づいたことと言われても、と。はい、大した内容は聞けません。あ、でもこれ実況じゃなくてやってたら面白いかもわかんないね。ちょっと私も面白くなってきちゃったこれ。めんどくさいけどね、聞き込みするの。もう読まないでおきますね、もう大変のない内容は。もう本しか言いませんけどね。よいしょ、こうやってこっちも、あ、入ってみましょうか。はい、よいしょ。いや、話動いたね。いや、もう手詰まりだなと思って書に帰ったら話が動きましたね。なるほど、フラグの回収はできてたということでいいんでしょうね。はい、おしまいです。はい、聞き込みましょう。で、現場検証を終えましょうね。はい、いやー、ちょっと驚きましたね。第二殺人現場で出るんだ。他のブロック行きましょう。もう時間良くなったんで。おお、ちゃんと5丁目出てきたね。楽しみだね。4丁目行った時に出てきたんだっけ。4丁目は出てこなかったっけ。はい、出てこないね。1丁目だっけ、分室出てくんの。あ、遠野の部屋に行くとありますね。
あれ分子だろ。ややこしいな本当に。もう分子に行くの大変だ。飽きてきた。はい、じゃあ課長室に行きましょう。あ、まず監視課に行った方がいいのかな。監視課に行きましょう。いやこれ面白いな。これ今日はね取りだめの最後なんですけど、先週1話分ね、月曜日、日曜日分か、日曜日分まで撮っちゃったんで、今回はいつもより1話1ワンパート少なく収録するんで、なんか残念な気がしてしまいましたね。品物調査を頼む。シャツの袖、わかりました、調べておきます。見た感じでは高級品のシャツのようですけどね、と。はい、カツラは効いたね。ジャケット、白い布着て、これもジャケットなんだよね。でメモ、写真へ、まだわかんないのね。いや、もう少し待ってください。あ、ゆかりのシーン出てるね。左胸あたりをナイフ状の刃物で刺され、出血多量で死亡しています。あちこちに小さな傷があるところから見て、犯人と争って殺されたと思われますか。モールの突起事故なんかあったかな。あ、ラーメンね、行ったね。はい、血液型、また A 型。ああ、これ多分一緒だね。 A の M プラス、 A の M プラスね。あ、一緒だね、ゆかりさんもね。まあ、これ、じゃあ、カップルで殺されたっていうことだね。今、現在付き合ってる人でしたもんね。被害者の死亡推定時刻は発見される30分前から1時間前ぐらいの間と思われます。突起事故。彼女が殺されたのは発見現場と断定されました。それと犯人と争ったらしく、被害者の爪に皮膚が詰まっていました。おー、ということは DNA が見れるのかな。調べた結果、それは O 型の血液の人間のものと判明しましょう。おー、その血液の性別の検査もしてみましたが、残念ながら分かりませんでした。白血球を調べると分かる時もあるんですが、あ、DNA 鑑定が出てこないね。ああ、何かを借りる。ゆかりの写真。はい、代々木競技場で殺されていた第二の被害者、当のゆかりの写真です。事件は今までと違った方向に展開しそうですね。ああ、当のさんの写真もなんかちょっと辛そうな写真だね、これ。でシャツの袖、代々木競技場で発見されたシャツの袖の現物はまだ調べることがありますのでお渡しできません。シャツの袖の写真をお渡ししますと。刑事部屋に戻りましょう。で鑑識課に行きましょう。ここは原宿分室の、あ、鑑識が来たんじゃない。ちょ、資料室行ってみましょうか。何か増えたかな。過去の事件、出てこないね。古い新聞、光月クリニックの記事、あ、こんなのあんのだ。今あんのだって言いましたけどね。若者の町原宿にまた一つ名物ができた。それは新しいタイプの病院。静かな BGM が常に流れて、無料の飲み物などが完備している。体調を壊してやってきた患者に少しでもリラックスして、待ってもらうためにソファーも柔らかく、待合室のスペースもゆったりしている。最新式の医療機器を完備しており、治療技術は日本一だと院長は豪語していた。あ、躍進するソファー味も出てきてる。近年 DC ブランドと言われるファッションが若者に大人気で、高い値段の服が飛ぶように売れている。その代表的な会社にソバージュがある。会社設立後何年もしないで年商何億という大企業になった。今年商何億だったら大企業じゃないと思うんだけどね。年商何億だったら、年商何億だったら零細だね。代表者の楠田浩二は、若干32歳で会社を起こし、零細とは言わないか、小企業か。若干32歳で会社を起こし、今では年収何千万のエリート経営者であると。また32歳か、ごめんなさい。また27歳かと思っちゃった。近々株を公開する予定らしい。配当率 800% の超優良企業なので、その株価がいくらになるか、株と傍聴でも注目していると。あ、結構来てみるもんだね、ここ。おぉ。書いてるジャケット、スーツスタイルの、替え上着のことだが、最近は斬新で大胆なデザインのもの、スポーティーなもの、シャツやブラウスの中間ジャンルのライトなものまで、いろいろな種類が出てる。あ、ちゃんと出てるわ、シーチング。
パタンナーが新しいパターンを起こしたとき、そのパターンがデザイナーの意図通りに仕上がっているかどうかを確認するため、安い布を使って服を作ってみる。あ、なるほど。その時普通使われるのがシーチングと呼ばれる晒してない木綿であると。ハウスマヌカン。ハウスマヌカンとは店専属のモデルのこと。あ、そうなのね。元はフランスのオークト、オートクチュール。なんかオートクチュールってゲームでも出てきたね。88のね、確か。あ、オートクチュールじゃないわ。ジュアイオクチュールラグだっけ。なんかのゲームで出てきたよね。あれスナッチャーとかだっけ。忘れちゃった。専属モデルのことを指していたが、日本では DC ブランド系の女性販売員のことをそう呼ぶようになった。あ、なるほど。それらの店では店員がその店の服を、着て着こなしの提案をしながら販売する。モデルを兼ね、また着こなしのアドバイスもする。あ、なるほど。アドバイスをする店員、販売員でもあるか。今こういうのはもう聞かないもんね、ハウスマヌカンでね。こういうとかっこよく聞こえるが、ほんの一部の人以外は労働時間が長い割に収入の良くない職業らしと。ブラックなんだね。マンションメーカー乗ってるわ。マンションの一室でファッション製品を作っている小規模なメーカーのことを言う。従業員は多くても10人程度で、デザインから縫製までやってしまうところが多い。わあ、すごいじゃないね、10人もいたら。私なんか一人ですよ。ねえ。夏が涼しかったり冬が暖かかったりすると潰れる場合が多々ある。あ、見込みで生産した商品が売れないとそのまま返品として戻ってきて売上金は入らない。うわ、辛いね。生地屋や小物屋に仕入れ代金を払えず、社員には給料を払えず潰れるというパターンで、うわーと思いますね、これね。別のこと調べましょう。医学関係、失血死。あ、これ読んだね。次行きましょう。別のこと、あ、もうこんだけだね。その他、あ、ファンデーションか、あ、これも読んだね。代々木公園、渋谷区の明治神宮横にある市民のための広い公園である。別のこと、その他、別のこと、あ、もうこれ終わりだね。あー、いや、来てみるもんだね。はい、課長室行きましょう。めっちゃ延長しちゃったけどね。はい、アリバイ捜査の依頼。あ、事件一のアリバイ。あー、目撃者はいない。あ、そうだね。まだアリバイ証明できてないね。はい、この人は白だね。この人も白だね。白だね。この人白とは言い切れてないんですよね。安住さん。あ、これはまだ白とは言い切れないんだね。あ、白とは言い切れないんだ。バイト先の喫茶店では7時40分頃出たと店長が言っていた。君原の母親は、8時頃帰り、外出はしてないと言っている。近所でも彼が外出したのを見た者はいなかった。白に近いということね。楠田さん。あ、これは白だね。角谷さん。もうこれも白だね。彼は白だと。患者の家にね。加納さん。よし、分かった。調べておこう。お願いします。家宅捜査の依頼はできないよね。許可も取れないよね。取れない、取れない。捜査報告。ゲーム記憶しておきましょう。はい、他の調査の依頼、あ、やってるね、桂ね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。